二人がじゃあ一グループだけ一番トップ自分の中でトップっていうのがどのアーティストなのかみたいな。ね、俺言ってる方も難しいと思う。俺言われたらうーんってやっぱなるよ。3、4個全体出てくる。だから一つだから。一つってなる。最初に一つと言われたらいいでしょ。絶対悩むんですよね。絶対悩みます。でもやっぱりキスだよ、ね。キスがやっぱり好き。うん。まあヘビーメタルとは違うけど、でもやっぱりキスかなアーティスト。さあ今のうち食べよう。やっぱりあれだな。やっぱり日曜日だな。あるいは散る部分。うん。どうしたって必ずライブを行く、何があっても行くっていうのはやっぱり。だった、再三しちゃう。曲でやっぱ何が好き？ミドルドっていう曲。やっぱそこだよね。もう毎回ライブ行きますし。いや、行ってみたい。あ、行ったことないんですか。だから俺基本キスしか行かないから。でも前にラウドパークでアレキのドラムの人がすっごいなんかもう酔っ払いすぎてて、もうすごい曲がどうしようもなかったもうなんかさっきからリズムが合わないな、気持ち悪いなって思いながら聴いてたライブがありました。ねえ、こういうのもあるんだ。もうなんかあの北方の人たちって、まあ、なんかそのナイトリッシュとかもそうなんですけど、もうライブとかでウォッカとか飲みながら普通にライブやってるなーって。ビールとかさ、うちはなんだアバンタジアですかね。アバンタジア、江戸街のトビアスサメットがやってる、マイケル・ディスクとか、開発生とか、あのアンドレマトスとか、アンドレマトスとか、いろんな人が来るメタルオペラとか、メタルオペラなんですけど、まあ、ミスター・ビッグのボーカルとかも入ってたね。そうそう、エリック・マーティンとかも来たり、いろんなゲストを入れてやってるんですけど、それが日本で何回も来て、その、トビアス・サメットの歌声が、パフォーマーとしてすごい、イケメン。私の中でちょっと髪の毛が薄いけど、ね、髪が薄いけど、ちょっとなんか年齢少なくて残念だから薄いんですけど、ちょっとそこは認めたいけど、認めたくないけど認めるしかないみたいな、だんだん薄くなってきてるんですけど、うん、そのトビアスサメットの凄さが好きだなっていう感じですね。こういう会話いいなぁ。すごいキープしてます。いやもう、なんだろう、いろんなこと聞きたいもん。そんな、でもうちらも偏ってるもんね。でもやっぱりほら、自分の好きなこの範囲と、はい、やっぱ交わるのって、まあ大御所は交わるけど、はい、やっぱちょっとしたとこって交わないから、そこになんか私も知らないのを聞いてなんかハマっちゃう可能性もありますよね。私もさんそういうのもあるし、ね、そこまでそんないろんなグループを知ってるわけじゃないけど、やっぱこのグループのこの曲がだけは聴くよとかってあるじゃないですか。あります。うん、だからその他の曲はもう全然知らないんだけど、はい、題名もわかんないけど、まあ、曲聴いたらわかるっていうのも結構あるから、だからもう携帯の中のやつもやっぱりこういろんなのが入ってて、でやっぱそれでもなんか偏って聴いちゃうとか、その気持ちの時もあるじゃないですか。ちょっと沈んでるからすごい激しい曲聴きたいとか。お姉ちゃんあれじゃん、よくなんか光の前にフェアウォーニングの、ね、フェアウォーニングのドントギブアップっていう曲を必ずなんか光の前にそれも、でも最近それ絡ましてる。それを聴いて頑張ろうって思うんですけど、最近聴いてないからいけないの。最近聴いてないから今現在がそうそうだから俺も球場行く時に、まあ、僕は2005年の時 の、はい、今クライマックスシリーズって言うんだけど、はいはいはい、当時はプレーオフって言ってて、はいはい、その時は福岡で試合をしてて、ホテルから歩いて球場に行くみたいな、地下通路を通って、まあ、誰も会わないというか、はい、ファンの方とかも、まあ、取り巻きチーム記者とかはいるけど、はい、でもやっぱり聞きながら行くんだけど、はい、もうその5試合やって時はもうその曲しか聴かなかった。勝負曲。勝負曲。負曲ね、キルスイッチエンゲージ。そこ来ましたか。
なんだっけ、題名が出てこない。いや、そんな聞いたのに。そんな聞いたのに。The End of the Heartache か。あー、はい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 。持ってますね、アルバム。うん。それをずっと聞いてて。キルスイッチもかっこいい。キルスイッチ。あれ、いいよね、本当に。これこれこれ。ああ、これですね。他のグループも行こう、行ってみたい。私もアングラのその前のボーカルの前々のボーカルアンドレ・マトスが死んだ時にちょうど試合だったんですよ、うん、その日はずっとアングラのキャリーを聞いてアンドレ・マトスを追悼して勝ちました。その日はやっぱね、そういうね、はい、だからそのきっかけはやっぱありますね。ヘビーメタルの曲に、まあ曲でもなく、まあ、ヘビーメタルに助けられたことってあるかなと。あー、もう私の人生すべてだと思う。常に助けられてる気がする。確かにね、やっぱ聴いてることが生活の一部だから助けられたっていうか、ムカつくってこととかあるんじゃないですかね。でもなんかもうヘビメタルなリフとかをもうクワーってギターで弾きまくってたら、あ、そっち来た、さねよみたいな。ギタリストだからね、そういう解消法ができるからいいけど、もう落ち込んでる時に寝る前にそれ聞いたらまあ寝れないからね。あのクソ野郎とか思いながらメタル聞いてるとなんかスカッとする。ないな。俺もやってて、俺指に近いから届かないんだよね。でもチャレンジしたことあるんですか。ありました。いや、やっぱチャレンジはしたけど、ああずっと置いてありますよ。誰アングラっていうあの、はい、ブラジルのバンドが、まあ、好きで家族4人で見に行ったんですけど、みんな同じ T シャツ買うから洗濯したら4枚同じ T シャツから黒い T シャツ。バラバラに買わないの？違う種類を。みんなやっぱりそのこれがいい、そのツアーのジャケットがいい、このやつが良くて、お父さんのが L サイズってわかるじゃないですか。お母さんは M サイズ、うん、で S サイズが2枚あって、うん、どうしようってことになってタグにタグにいつも名前がいる感じですタグ結構痛いですよ。そうですね、大体夏場みんな黒い T シャツなんで、うちの洗濯物全部黒みたいな黒い T シャツみたいな。見てみたい。ありますか。ライブスタッフに買っちゃうからもう増えて増えて、もうそうですよね、T シャツはね、やっぱりダートパックだけ2人で行くんですけど、なんかお父さんに T シャツ買ってきて頼まれて、でも写メ撮ってこれ何種類かあるかどれがいいって言ったら、絶対これが一番したくないよねっていうデザインを大体お父さんが選ぶ、大体うちのお父さんが選ぶのは誰も買わなさそうなやつを安いやつから見て、あと人物がこう写ってる写真っぽいやつです。 あれを絶対、いや絶対買わないよねっていうのを選ぶっていう。